カラスのゴマコーカラプシスクレネターシーブイズククは黄色い花をつける一年草。花の中央からカリユーズイが特別に長く突き出しているのが目立つ。現在の APG 分類体系ではアオイカに分類される。従来の分類ではシナノキカもしくはアオギリカに分類されていた。直立する一年生草本。茎の断面は丸く。 直立に伸びて高さ30から60センチメートルになる。葉は卵形で、先端は少し尖り、基部は丸い形切ったような形で、円には先の尖らない教子が並ぶ。洋身は長さ2から7センチメートル、幅2から4センチメートルで、洋平は長さ1から2センチメートル。洋身の表と裏の両側に正常毛がある。下期は8から9月。 溶液から一つずつ黄色い花をつける。花柄は長さ1から2センチメートルで、学編は長さ6から8ミリメートルで、線状皮脂肪形、先端は尖っており、外側に正常毛がある。花弁と学編はいずれも5個。学編は開花時には完全に反り返る。花弁は通卵ん型で、長さ7から10ミリメートル。 花の真ん中から5本の長い突市出物があるが、これは仮押しベであり、長さ7から9ミリメートルあって先端は曲がる。湯水は仮湯水よりずっと短くてその基部にあり、数は10で、間に仮湯水を挟んで配置している。この花はうつむきに咲く。果実は、果てで、長さ2.5から3.5センチメートル、幅3ミリメートルで少し曲がっており、表面は、 正常網に覆われる。果実は三辺に劣界し、劣界すると、ジグザグ状に曲がった中心の軸が見える。種子は、卵形で3ミリメートルに満たず、横向きに隆起線がある。和名は、果ての形が、角状の円筒型で、ゴマのそれに似ることによるとも、種子がゴマのようであるからとも、本州の関東伊勢から九州にかけて見られる。国外では、 朝鮮と中国に分布する。山野や荒れた二た歳の露房などに生える。カラスのゴマ族には、東アジアから日本にかけて、数種があるが、日本国内には本種しかいない。黄色い花はよく目立ち、真ん中から突き出した仮ズ水が独特なので判別は、容易。茎の繊維を、麻の代用として利用したことがある。以下、種として佐竹、サタケホカ、P239。 北村、村田、P70 巻の、P384。朝日新聞社、P835 巻の、P384 掘った、P122 巻の、P384 佐竹ほか、P239 巻の、P384 掘った、P122。ありがとうございます。